こんにちは小川です今回はガンバ大阪の2024年シーズンの展望について話していきたいと思いますまず展望の話をする前に今シーズンの J1 リーグの話をしようと思います今シーズンからチーム数が20チームになり試合数が38試合になりました確認すると、まあ、優勝ラインは試合数 ×2+3 の勝ち点79が目安になります 一方残留ラインは試合数プラス3の41が目安になります余裕を持って残留するには勝ち点50から45くらいは欲しいところです次にガンバの現在の状況まあ、お相撲でいうところの番付を確認したいと思います昨シーズン j 2から3チームが昇格してきました 一方で16位のガンバンは本来 J2 に落ちるところでしたがレギュレーションの都合で J1 に残ったチームです。その点を踏まえるとガンバは昇格組よりも下の番付具体的には20チーム中19番目のチームという位置付けでシーズンを始めることになると思います。そして降格は3チームになります。J2 との入れ替え戦はありません。18位以下になると自動降格です。以上を踏まえまえすと ガンンバののの今シーズンの戦いの目標としてもちろん全部の試合勝利を目指し全部の大会で優勝を目指すのは当然なのですが現実的には J1 残留が目標になると思います余裕を持って残留ができればある程度評価できると思いますし中位、まあ、7位から12位くらいに食い込むことができれば来シーズン以降に期待ができる大きな成功したシーズンと言えることができると思います。 その中でででガンバのののののままずは、えー、とまずははこオフ選選手手入団情報すす対たちです先ほど述べたように、まあ、番付的に19位で J2 ソードとの立場にあるクラブとしては選手の流出はだいぶ防げたように思います絶対的なレギュラークラスの選手でいうと山本選手が移籍してしまったくらいで久ン選手は契約満了でしたしそこまで厳しいものではなかったと思います 例年に比べると対談選手の人数が多いですがそもそもガンバがここ数年極端に選手の新陳代謝をしてこなかっただけであってこれぐらいの人数の対談選手血の入れ替えがあ,のあるのはまあ普通のことかなというふうに思います。続いて新入団選手たちでです10以上のクラブで主役 主力だった中谷選手の加入は今シーズンの新入団選手の目玉と言っていいと思います相手がセレソというのがちょっとだけ複雑ですが中位クラブでほぼレギュラーだった経験を持ちなおかつポヤトス監督とともにプレーしたことがある鈴木選手も期待ができると思います山田選手はまあ、もう若手という年齢ではないですが堅実なステップアップを繰り返してきており今後も楽しみな選手ですレンタルバックではありますが優勝候補級のクラブである横浜 F マ カリノスのレギュラーだった市森選手がガンバに加入するというのもま本来であればなかなかありえないことであり非常にラッキーだと思います新入団選手に関しても J2 相当の位置づけにあるクラブとしてはかなり頑張った方だと思います前向きに捉えていいと思います昨シーズンの補強は外国人選手と J2 の期待の若手選手を中心としていましたが今年は J1 中位から J2 上位くらいのクラブで経験のある中堅からベテランの選手を多く獲得したという印象ですこの狙いとしてはチームの選手間の悪い雰囲気を改善していきたいという狙いがあるのだと思います外国人選手や若手選手だと実力があってもなかなか発言力がなくてチームの雰囲気作りに貢献できないところがあると思います その点中堅選手やベテラン選手は発信力発言力がありますのでそれを発揮してもらってチームの選手間の雰囲気を改善し厳しい競争があり練習にも一生懸命取り組むチームに戻したいという意図がフロントにはあるのののだとと思いますそたため即戦力とはならならくくても血の入れ替えを多く行ったのだと思います。 あのこ,れにこの点については僕はあの十分評価できるところかなと思いますしかし一方で戦力面でいうとかなり厳しいオフシーズンになったと思います特にまあピンポイントで言うと最大の懸念点である個の力のあるウイングの補強ができなかったというのは致命的ですアラーノ選手がどちらかのウイングにはレギュラーとして出場すると思いますがもう片方のウイングをどうするのかが分かりません 新戦力の中でいうと山下選手はウイングにも適性がありそうですがドリブラーというよりかはスピードタイプの選手でありポゼッションサッカーよりカウンターサッカーで生きるタイプの選手のように思えますウイングにけが人が出ていることもありキャンプの練習試合では本来サイドバックの中野選手がウイングをしていたという情報もありましたがそれでは非常に厳しいと言わざるを得ませんまた昨シーズン は同じくサイドバックが本職の半田選手がウイングで起用されることもありました。今年も同じような事態になればかなり苦しいでしょう。攻守でハードワークできて、1対1で仕掛けられるまあ。そんな理想のウイング選手、ウイングの選手を補強できなかったのはかなり不安なところです。 またセンターバックの補強も本当はポゼッションサッカーを目指すのであればビルドアップで貢献できるタイプの選手を獲得したいところでした中谷選手も坂選手も対人に強いタイプのセンターバックでありあまりビルドアップを得意とするタイプではありませんここも不安材料となります 以上をまとめた上でガンバの戦いを予想していこうと思います。まあ、僕が今シーズン注目するのはどの選手がどうとかっていうことよりも結局監督がこのメンバーでどういったサッカーを志向するかということそこに尽きると思います。前回の動画でも振り返った通り昨シーズンは ポセッションサッカーはうまくいかずカウンターサッカーはうまくいくという傾向にありましたそして今シーズンもどちらかというとカウンタースタイルのサッカーが得意な選手が多いメンバーになりましたカウンターサッカーに割り切ればある程度勝ち点を積み重ねることができそうな気がしますでもポゼッションサッカーを目指すとなるとまた去年と同様に苦戦,が苦戦するのではないのかなというのが僕の予想です で選手起用に関して言うと大きな悩みの種が2つありますそれは昨年に続いてゴールキーパーの起用方法と宇佐美選手の扱いですゴールキーパーに関しては怪我の状況もありますがビルドアップが苦手でシュートストップが得意な東口選手と一方でビルドアップが得意でシュートストップが苦手な一森選手という両極端な選手がいる形になりましたこの2人を併用するという形になると去年以上にチーム 特にに最終ラインに混乱が起きると思います本来は J1 上位クラブのマリノスで実績を積んできて監督の志向するサッカーにもマッチする市森選手を先発で起用したいところですがセンターバックにビルドアップが苦手なタイプの選手を置くとなるとキーパーだけビルドアップが得意でも仕方がないのであの。 あまり意味がないという形になってしまいます長所が生きないということになってしまいますセンターバックに福岡選手などビルドアップが得意なタイプの選手を起用するのも三浦選手、中谷選手という実績のある選手を外すことになるので大きな賭けになりますそれでもこの部分で,す、ね、で瞑想しているようではチーム作りがうまくいくとは思えません、えー、キーパーの起用方法についてある程度はっきりした形を作らないといけないと思います 2つ目は宇佐美選手の起用方法です。チームのキャプテンで人気選手チームの顔でもある選手ですがはっきり言って現状の4 3 2 1のフォーメーションでは宇佐美選手がプレーする適正なポジションがないと言っていいと思います。インサイドハーフワントップはあの厳しいですし昨シーズンを見る限り左ウイングでの起用も厳しかったです。 左ウイングはポジショニングに関して言えばインサイドハーフやワントップほど難しくないようには思えますが単純に相手の右サイドバックに走り負けない運動量守備力が必要になりますガンバの左サイドバックのレギュラーの黒川選手も守備に難を抱えるタイプであり左ウイングで宇佐美選手を起用するというのも難しいなというのが昨シーズンを見た僕の感想です宇佐美選手を起用するのであれば ツートップの一角にするか、アルゼンチン代表のメッシ選手のように、他の選手全員が超ハードワーカーという風な組み合わせにしないと厳しいです。しかしシュートや決定力など魅力的な部分もある選手であり、ベンチに置いておくのがもったいないという気持ちもあります。宇佐美選手をどのように寄与するのかというのはあの注目ポイントだと思います。 個人的な考えとしてはチーム全体としてカウンターサッカーを志向し現実的に勝ち点を積み上げていくことを狙った方がいいと思います。ゴールキーパーは東口選手を選抜させセンターバックは三浦選手と中谷選手を起用し跳ね返しに特化するスタイルです。また宇佐美選手はベンチスタートとしスーパーサブとして起用するのがいいと思います。 しかしそれでは何のためにポヤトス監督を監督として採用しているのかわからないですしガンバがクラブとして掲げているポゼッション型攻撃サッカーへの回帰というのはますます遠のいてしまいます、まあ、非常に悩ましく難しいところですですが個人的には何度も言っていますが J2 降格だけは避けないといけないと思うので現実,な現実的な作戦をとって J1 残留ができるようにしてほしいです。 今回はここまでです。非常に悩ましい部分についての話で、僕の意見に反対する人も結構いるんじゃないかなと思います。そういった方もコメントで意見を寄せていただけると嬉しいです。この動画を見て良かったと思っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。